2013年10月24日にセガから発売されたアクションゲーム。対応機種は Wii U と Nintendo 3DS。2015年11月2日には Wii U 版の移植として、スティームによる PC 版のダウンロード販売が行われた。PC 版の予約特典として、ソニックオールスターレーシングトランスフォームドの無料ダウンロードが付属。 360度のチューブ状の地面や球体の地形などでステージが構成されているのが本作の最大の特徴でこの地形によってこれまでのソニックシリーズ以上に自由なルートをプレイヤー自身が構築することができ新たにパルクールアクションが追加されたことで壁や段差をノンストップで駆け抜けることが容易になったソニックカラーズやソニックジェネレーションズに登場した カラーパワーも引き続き登場し、今作では登場しないウィスプもいるが、新しいウィスプもいくつか登場している。世界観やステージデザインはメガドライブ時代のソニックシリーズをモチーフとしており、ナイツやジャイアントエッグなどといった、かつてソニックチームが手掛けてきたゲーム作品の要素も本作に盛り込まれている。一方その360度の地形やポップなステージデザインから、 デビュートレーラーを公開した当初は、任天堂のスーパーマリオ・ギャラクシーとの類似性を指摘する声が上がっていた。このことに、プロデューサーの飯塚隆氏は、海外メディアのインタビューで、ステージのチューンアップに差し掛かった時に、フィールドの雰囲気がマリオ・ギャラクシーに近いことに気がついたと明かしている。Wii U 版は、ゲームパッド単体でのプレイや、マバースによるアイテム共有。 テレビ画面とゲームパッドの画面を使用した二人ローカル、対戦、協力プレイに対応し、ゲームパッドを活かした直感的な操作で、カラーパワーを使用することができる。Nintendo 3DS 版は、携帯機で初めて本格的な 3D フィールドを実現し、Wii U 版同様の協力プレイや一つのカセットでのダウンロード対戦、オンラインによる4人対戦にも対応している。 イベントには Wii UPC 版と同じムービーが使用されているが、いくつかのムービーは未収録となっているほか、6期集が半期を翻すシーンの一部でカメラワークが異なっている。今作のソニックは通常の走行が遅くなっているが、これは最近のシリーズ作品におけるソニックのスピードが速すぎて難しいという意見を反映させたもので、初心者でも安心してプレイできるように、 心がけられている。だが、トリガーボタンを入力したり、スピンダッシュを行うことで、これまでのシリーズに近いスピードを出すことも可能である。また、Wii U 版はシンプルなグラフィックにしたことで過去作での、リングや敵が時折見えにくくなる問題を解消し、グラフィック処理も軽減され60フレームを実現した。10月9日には、Nintendo eShop から Wii U 版、 Nintendo 3DS 版と共に体験版が配信され、体験版で手に入れたアイテムやスコアはそのまま、製品版への引き継ぎが可能。その後12月10日から WiiU 版の更新データが配信された。ゲームの不具合が修正されているほか、残りチャレンジ数の初期値の変更や一部のカラーパワーがスティックの操作に対応するなど、ゲームバランスにも調整が加えられている。 2015年11月2日に、スティームによる PC 版のダウンロード販売が行われた。内容は Wii U 版とほぼ同一であり、PC でも操作ができるよう画面が最適化され、実績機能に対応しているものの、追加ステージのダウンロードや 2P プレイなどは、期待を。島の小動物たちが、エッグマンによってさらわれてしまい、ソニックとテイルスは、トルネード号に乗って、 エッグマンたちを追いかけるが、彼の攻撃によって、トルネード号が操縦不能に陥ってしまう。なんとか機体を持ち直し雲を抜けたその先には、幻の大陸と呼ばれている、ロストヘックスが浮かんでいた。ロストヘックスに住むーゼキと呼ばれる、戦闘民族であり、ザボックを中心に6人で構成されている。それぞれ特徴的な姿をしているが、 角や尻尾が生えていることと、名前を英語表記にすると、すべて Z が含まれている部分が共通している。偶然、エッグマンに弱点を握られたことで、当初はエッグマン六奇襲として従っていたが、彼の横暴な態度に不満を募らせ、あることを境に反旗を翻す。六奇襲には磁場を狂わせる能力が備わっているため、 エッグマンのロボットたちを操り、エッグマンやソニックたちに攻撃を仕掛ける。反逆後は戦術のエッグマンの装置から吸い取った惑星の生命エネルギーを自らのパワーアップのために利用する。なお、六奇襲たちはかつて眠っていたそうだが、その詳細は語られていない。イーズ海枠六奇襲は日本の鬼がモチーフになっているとのことで、動物でも機械でもないという。 海外では、デッドリー6という名称だが、当初は、鬼という名称にしようとしていたことを4ゲーマーのインタビューで語っている。ソニックカラーズやソニックジェネレーションズで登場した能力で、ソニックがウィスプの力を借りることで発動する。カラーパワーを使用する際のボイスは同じく、立木文彦が担当し、従来のカラーパワーの BGM は新たに作り直された。 今作ではストーリーに全く関わっていないため、ウィスプたちがなぜ、ロストヘックスにいるのかは、本作では明らかにされていなかったが、イーズカは、カラーパワーは今後アイテムの一つのように登場させる、ことを 4gamer.net とのインタビュー内で示唆しており、ソニックランナーズではソニックたちの星置きに、いり、一部のウィスプは帰らずに残っていたことが明かされた。w UPC 版。 ニンテンドー 3DS 版共通、Wii UPC 版のカラーパワーニンテンドー、3DS 版のカラーパワー、ソニック・ザ・ヘッジホック CD と同様に、今作の各ステージは、アクトではなく、ゾーンと表記され、一つのエリア、Wii UPC 版では他にもサーカスミニゲームや、特定の条件で出現するミニゾーンといった寄り道要素があり、 一部ゾーンはある程度小動物を救出しないと出現しない。また対戦モードではフィールドの構成やカメラワークが異なっている。任天堂 t e ー d 3DS 版でも特定の条件を満たすとエクストラゾーンが出現するほかストーリーをクリアするとハードモードが解禁される。ハードゾーンはゾーン内にリングがほとんど出現しない敵や一部の障害物の変更や新たなフィールドの 追加など、難易度が非常に高い。Wii U 版の追加ダウンロードコンテンツで、任天堂 e ショップからすべて無料で配信されている。全3種類。これらのステージは常に出現しているわけではなく、一度クリアすると消滅し、他のステージをクリアすると出現する。インターネット通販、サイト、エビ店では、本作とトートーバッグ、 手書きソニックマグカップが同梱されたデラックスパックが販売され、任天堂 d 3D SLL のオリジナルカバーケースやスペシャルセレクション CD などが入ったキャラクターケースセットソニックとテールスがモチーフになっているイヤホンジャックやイヤホンがセットのキャラクターイヤホンセットも発売日と同日の10月24日から数量限定で販売された。今作のサウンドディレクターは概要の通り ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグやソニック・ワールド・アドベンチャーなどでサウンドプロデュースを手掛けた大谷智也であり、サウンドプロデュースは彼のほか、江口基直と畑谷昌司が担当した。公共楽が多く、イベントミュージックのパフォーマンスのためにソニック・ロスト・ワールド・セッション公共楽団を新たに構成している。大谷は本作の音楽について背景のモチーフや プレイする時の感覚を音楽でわかりやすく表現することを重視した結果、カジュアルで軽快な音楽が出来上がったとソニックチャンネルのブログの中で振り返っている。また、今作のメインテーマは存在するも、アクションゲームを楽しんでもらうための音楽というところに本気で取り組んだという大谷の意向により、近年の作品のようなボーカル曲は採用されていないと答えていたが、 後年のソニックフォースのインタビューにより、海外チームからの要請でボーカル曲の使用を禁止されていたことを明らかにしている。テールスに修理された後は特に語尾をつけている描写は見られない。任天堂 3DS 版のラスボス戦ではソニックに協力している描写があり、ラスボスもカラーパワーを思わせる攻撃技を繰り出す。 Wii U 版の対戦レースでは妨害アイテムの一つとして登場する。Wii U 版と Nintendo 3DS 版のデラックス、パックそれぞれで同梱されるマグカップのデザインが異なる。ありがとうございます。